ブランコ軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部エドワーズ高原に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1497人であり、2000年の8418人から24.7%増加した。軍庁所在地はジョンソンシティ市であり、同軍で人口最大の町はブランコ市である。ブランコ軍は1858年に バーネット軍、コマール軍、ジルスピー軍、ヘイズ軍の一部を合わせて設立され、軍名は軍内を横切る、ブランコ川にちなんで名付けられた。軍庁所在地は1858年から1890年まで、ブランコ市だったが、その後にジョンソンシティ市に移され、現在に至っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は713平方マイルであり、 このうち陸地711平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.30%である。ブランコ軍は中央のテキサスヒルカントリーに位置しており、州都オースティン市の西、サンアントニオ市からは北にあたる。ブランコ川とパーダナリス川の2つが軍内を流れている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。